じゃあ不自由音頭なんでやることになったかという経緯説明しましょう。あの赤塚不二夫さんの娘さんの赤塚理恵子さんがバカボンのパパよりもバカなパパっていう本を出したんですけど、これめちゃくちゃ面白いから本当に読んだ方がいい。本当にバカなパパなんですよ。人のパパなのに言っちゃ申し訳ないけど、ものすごい、こんな家に育ったら超大変だっていうくらい、もう混乱をきたした家なんだけど、でもね、もう本読む分には大笑いで、だけどね、ちょっと最後にはもうボロ泣きする本なんですけど、その本のね、僕後書きを実は書くことになって、それはなぜかというとですね、震災後みんなすごいギスギスしてたでしょ。今もちょっとギスギスしてるよね、割とね。だけどなんかああいう時いつも俺思うんですけど、赤塚不二夫がいないなって思って、赤塚不二夫が足りないって、あるインターネットの番組で言ったら、それを赤塚さんの皆さんが聞いててくれて、一家の皆さんが、それで俺にコンタクト取ってくれたのがきっかけで、その本の後書きを書いて、その後 NHK のドラマになった時に音楽をやることになり、それで去年はフジロックならぬフジオロックっていうのをやって、赤塚不二夫の盆踊りをその時やったんです。で今日もね、本当は理恵子さん来たがってたんだけど、今ロンドンにいるので、来れなかったんですけども、もう理恵子さんに届くくらいの演奏をしますので、みんなも地球の裏側に届くくらいのシェーをやるとね、国同士の仲悪いのもシェーで治ると思うんですけどね。もうダシーンってしてる。大丈夫かな、これかなり追いかけるかな。もうやりましょう。いやいや、伸ばしてくれって言うからさ、絶対じゃない。伸ばしすぎ、やりましょう。じゃあ、不自由音頭やりたいと思います。やばい、暗くなってきたから、動画の目にはきついな、これ。はい、じゃあ行きたいと思います。ワン、アツン、アワン、ツー、せーの。お仕事ですか、レレレのレですか、お出かけですか。
これもずっとループですよね、踊りはね。
今日はあの真ん中でお届けしたなんとなくルーツの人をやってもらいます。ただ何となく回ってればいいので、周りで見てる人で入りたいなっていう人は、ただうろっと手上げてこうやってれば、ちなみに俺この踊りずっとやり続けてますけど、一曲も満足に踊れないので、俺はこうやってるだけなので、もう誰でも入れますんで、もうみんなせっかくだから入って踊りましょうね。熱中症なんだよ、飲んだ方がいい。ということで、そのままボンタ行きたいと思います。イエーイ。Oh, oh, 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 oh
ーでした。後半クラフトワークの、レディオアクティビティという曲が混ざってましたけども、次、このあれです、自分たちのバンドも始まった、大友義英スペシャルビッグバンド with、ワークショップメンバーの皆さん、それからイカドさん、サチコエミさん、それから先ほど紹介してませんけどユウスケさん、会津から来てくれてます。でのボードリラストになります。次のすごいのが待ってるからね。ものすごいのが待ってますから。だけどものすごいのの前に僕らもすごいのやると、じゃないか運動やります。これ僕らのボードリ、最初に遠藤道郎さんや永見純さんなんかに歌ってもらった作った歌ですけども、これを、ガンガンやりたいと思いますので、これ途中みんなで手つなぐとこもありますので、もう本当見てる人入ろう、踊ろう、ね、同じや踊れ、踊らんや損損だぞ、行くぞ、イエーイ、じゃワン、アツー、アワン、ツー、せーの。Today
スデフレインフレスパイラル経済効果に街を立ち雷起こしに温泉まんじゅう原子の力に太陽光行ったり来たりで非常階段風が吹いたら沖縄も水地区の競馬教会もサンズの川で盆踊り天領測って盆踊りシャッター街でも盆踊り色式広げて盆踊り住めば都で盆踊り